地球科学というのは文字通り地球を科学する学問です理科で言えば物理化学生物地学の分野を含んでいます非常にスケールの大きな学問で空間的には地球の中心地球の内部から地球の表層部までそして地球の表層部では海洋から大気そして宇宙空間までをも取り扱います時間軸で言えば太陽系や地球の誕生 そして生命の誕生からそれらの進化について現在までそして現在の環境を踏まえたシミュレーションによって未来までをもその範疇に取り扱います私はその中で地球内部の化学組成とその進化について研究をしています皆さん地球の内部はどのように調べられているかご存知でしょうかどんな物質からできているのか その化学組成や物理的性質はどんなものであるのか。これはさまざまな観測結果から得られた現在最も確からしいと考えられている地球内部構造の推定図です。地球は内部から金属でできている核、岩石でできているマントル、そして同じく岩石でできている私たちの足元にある地殻の大きく三層からなっていると考えられています。 実際のもののもをを取ってくれば色々なことを明らかにすするのは簡単です地球から約39万キロ離れた月からはアポロ計画によって実際に月の石が採取され月面上には地震計やさまざまな観測機器が置かれており現在では地球と月の関係などいろいろなことが明らかになってきていますでは地球の内部はどうでしょう地球内部のものもを取ってくる といううのははそう簡単にはいきませんアポロ計画と同じ時代に地球内部のマントルまで掘り進めて岩石を取ってこようという計画が立てられましたしかし地球の中を掘り進めるということは温度や圧力がどんどん高くなっていくということを示しています技術的な問題からたった 10km 先のマントルに人類は未だ到達できていません現在 地球深部探査船の地球を用いてマントルまで掘削をしようという国際プロジェクトが動き始めています興味のある方は今からでも十分間に合いますマントルにこだわらなくても隕石や化石などいろいろなものを対象にする地球科学のスケールの大きさを一緒に楽しんでみませんか